も後藤輝樹です。明日、6月20日土曜日、一粒万倍日、転写日の本当西暦2020年、2日あるという本当に最高な日。そして私のね、私は金の羅針盤なんですけど、明日僕の運気もかなりいいんですよ。なので、なのでというわけじゃなくて、まあ、その日にね、ぜひね、皆さんと会いたいと思います。で、まあ、個人演説会場で、僕は、普通の人は演説やるんですけど、僕は、皆さんとね、個人演説会場で、交流したいと思ってますので、まあ、霊気をね、義務教育必修にするっていう、ね、選挙公約掲げて、医療保険適用化するっていう選挙公約掲げてますんで、皆さんにね、霊気っていうものはどんなものかね、知ってもらうために、霊気ヒーリング、また霊気アチューメントっていうのを、やりたいと思ってますので、ぜひね、体験したい方は、ぜひ明日来てください。まあ、まあ、そんなね、僕、鍵垢にしてるんで、ツイッターで僕、詳しい場所書くんで、鍵垢にしてるんで、そんな来ないと思うんですけども、まあ、本当はね、霊気ヒーリングとアチューメントは違うから。あ、で、俺なんで鍵垢にしてるかっていうと、あ、これちょっとストップ。あ、次の動画でも言おうと思ったんだけど、まあ、この動画でも言います。鍵垢にしてる理由は、まあ、単純にね、なんか、後藤輝樹の機嫌次第だとか思ってる人もいるかもしれないですけど、ちゃんと意味があるんですよ。なぜかというと、今、コロナ禍でしょ？コロナ禍で、公開した感じでやっちゃうと、いろんな人来たらあれ困るわけじゃないんですけど、僕は正直、過剰な自粛は反対なんで、普通に、普通の今まで通りの感じでやります、僕は。ただ僕はマスクしてます。あ、まあ、ちょっと後で注意事項言うけど、一応でも、とはいえ、悪意あって拡散させようとか、クラスター化させようとか、感染させようとか、僕は、悪意で持ってはないですけど、でも僕は集団免疫をつけるべきだと思うんで、まあ感染、そうじゃないと感染しなきゃいけないんですけども、まあ、だから要するに過剰な自粛はしません、僕は。なので、まあ、とはいえなんですけど、とはいえ、一応まあこういうご時世なんで、まあ一応ね、まあ鍵垢の状態で、まず、ね、皆さん来ていただいて、少しずつちょっと、アカウントを増やして、どうですかってやっていくつもりです。なのでね、明日は本当ね、鍵アカのね、人たちだけで、まあ、明後日もやろうとは思ってます。明後日も。明日の様子を見て。明後日は、鍵アカを一旦、まあ、小一時間ぐらい開けて、その時に、フォローしてくれた人はわかるような。で、また、鍵アカにして、ちょっと様子見たいと思ってるんで、とりあえず明日は、ツイッターをね、今までね、フォローしててくれてた人。で、その中でね、僕結構ブロックとかしたりするんですよ。なんか、素行の悪いやつ、リプでね、クソリプとかするやつはね、ブロックしてきたんで、変な人は来ないと願っています。願いたいです。変な人は来ないと思います。ちゃんとね、ちゃんとマナーの悪い人が来てくれると思ってんです。まあ、そういう意味でも鍵垢してたんですよ。そういう戦略があって。ただ単純にね、なんか機嫌が、俺様の気分がとか言ってますけど、まあ、ちゃんと僕は考えてるんで、うん。旗から見ると、なんだあれはみたいな思うかもしれない。僕ちゃんと頭いいから、頭良くなかったらこんな出れないよ、ほんと。都市前2回も。うん、お金かかるんだし。うん。まあ、だから、まあ、まあ、ちょっといいですけど、とりあえずだから明日ね、霊気ヒーリングとアチューメントを、一人ね、10分から30分、10分から30分って言ったのは、まあ、ヒーリングとアチューメントってちょっと違うんですよ。ヒーリングっていうのは、癒される感じなんですけど、アチューメントっていうのは、霊気を使えるようになるんですよ。この霊気を使えるようになるんですね。一応まあ、僕はだから漢字を普及させたいんで、まあ、漢字も書いとこう。難しい方のね、霊気。自分で霊気ができるようになるんです。アチューメント。で、僕、アチューメントね、普通はね、多分ね、10分、15分を3回とか4回とかやったりするんだけど、俺は結構ね、1回でがっつりやりたいタイプなんで、2、30分必要だと思う、1人でやる場合。うん。で、1人、だから、16時から18時なんだ、あ、18時だから、18時は無理だ。18時に帰んなきゃいけない。そうだ、無理だ。17時半って書いてあるんだ。1時間半だから、3人来れば3人できそうだけど、
うん、だから10人とかいたらちょっとアチューメントはできないかもしれない。10人とか来たらヒーリングをね、10分ぐらい、10分、15分、10分ぐらいね、うん、ちょっとこんな感じですよって体験してもらいたい。うん、で霊気ってどんなんだろうって分からない人でしょ。ちょっとどんなんだろうっていうのはちょっとググってください。あのこの前の動画でも言ったけど、霊気で、何か治るとか、なんかこの時犯罪者扱いされちゃうわけ、犯罪者になっちゃうわけ。それ僕なんか念書みたいなの書かされたとか、そんなこと言わないでくださいって。それがね現状の日本なんですよ。でも海外ではもう本当に普通の医療として認められてるんですよ、霊気。だから僕はこんなこと言うね、なんつうの、都知事選候補者俺しかいないよ、都知事選候補者、まあ、政治家自体でもいないよ、俺だけだよ、こんなね幅広くね、この世の中考えてんの、上右も左も上も下も下も霊気もね、もう考えてるの俺だけ。うん、まあそういうちょっとね、本当はねもっと時間取れるんだけど、うん、全然来なかったら明日ね、でも明日ねやることもあるんだよ、うん、やることもあるから、やることもあるのに時間取って来なかったら、だって今のところね本当来るかなっていう人は一人ぐらいしかいない、今のところ。うん、DM いただきましたけど、なんか一人ぐらいしかいない、正直。うん、だからまあ一人だったらちょっと、うん、じっくりできますけど、でその後ゴミ拾いをまあやりたいなとは思ってます。でまあ僕ゴミ拾いも持ち帰らなきゃいけない、俺東京でやりますけど、だから横浜まで電車で持ち帰らなきゃいけないから、そんなに拾えないと思う。なので、Twitter でも言いましたけど、本当にだから今回の選挙は僕はゴミ拾い選挙、街をクリーンにしようという選挙なんですよ、僕からすると。本来はオリンピックがあったんで、オリンピックパラリンピック前に、東京の街をすごい綺麗なクリーンな街にして、本当の意味で、街も綺麗、そのお金の面も綺麗、クリーンなオリンピックにしようと僕は考えてたんですけど、オリンピック延期されちゃったから、あのバカのせいで延期になっちゃったから、俺がね、都知事だったらね、延期にしなかったですけども、延期になっちゃったんで、まあ、だから、ゴミ拾いもスポーツだとか、そういうね、感じで僕はね、本当選挙候補も考えてたんですけど、ゴミ拾い選挙がもうなくなっちゃったんですけど、でも、オリンピック関係なく僕はゴミ拾いしてるんで、だから、僕がね、演説して、私に一票くださいとか言うのも嫌なんですよ。そんなんか、お前らがね、好きなやつ言えりゃいいだけの話だし、俺の手伝いたいことはもう YouTube でも、俺のホームページでも伝えてるから、もう本当に、この世の中のために、本当に一つでのね、もうね、身のあることをぼかしたいんですよ。だったらもうゴミ拾いが手っ取り早いですよ。俺、だってなんか演説してもみんな聞かないから。YouTube だからみんなさ、聞きたい人は聞いてくれるけど、歩いてる人聞かないよ。俺やったことあるけど、もうすぐ心折れたもん。それだったらさ、ゴミ拾ってた方がいいじゃんか。うん。だから俺はゴミを拾ってはいます。で、一緒になんか手伝ってくれる人がいたら、みんなが手伝わなくても俺は拾って帰るよ。うん。でも、多分持ち帰れるのはそんな大きなゴミ、無理だと思う。大きくても、普通のこんぐらいのゴミ袋に分別して入れる感じで帰る。そうしないとさ、電車乗ってる人迷惑じゃんか。あ、そんなに持って帰られないかもしんない。だって、満員電車でさ、ゴミ袋持ってたら大変じゃんか。あ、そうだ。うん。だから俺、ちょっとしか拾えないわ。うん、俺今日も乗ってきたけど、結構混んでたから、もうなんか満員電車になっちゃってるじゃんか、結構。持って帰れないわ、そんな。あ、そうだわ。俺結構、空いてるイメージの状態でやってたから、こんぐらいのね、普通のゴミ袋、まあこんぐらいは持って帰れる、持ってってもいいだろうなと思ったけど、こんなんさ、持って満員電車も迷惑だろ。だって上も乗すんの嫌だしさ。だちょんとこんぐらいしか持って帰れないかもしれない。うん、でもしょうがない。だから、最悪ね、俺ね、ほんと、俺んちの東京の選挙だけど、横浜でゴミ拾いしようかなとも思ってる。そしたらさ、結構持って帰れるんだよ。うん。だから申し訳ないけどね。うん。だそういうのもあるかもしれないし、でも基本的に今思った、ちょっと誤算だったわ。ちょっと、申し訳ないです、本当に。東京都民。だからね、本当に、ツイッターでも告知、お願いしましたけど、どなたかね、いや、うちのね、マンションで、うちの家でね、捨てて、うちの家のね、ゴミ捨て場、うちのマンションのゴミ捨て場に分別して捨ててっていいよっていう方がね、いらっしゃったらね、その周辺でね、ゴミ拾いができたら、ゴミ拾いするし、ちょっと日程的に合わなかったら、基本的には僕、これ、連動させてるんで、会場の近くでゴミ拾いするつもりなんで、
その会えばちょっとね、ぜひ、それかもしくは会場に来た方でゴミ持って帰りますっていう人がいたらね、本当持って帰ってくれるとね、助かります。持って帰って捨てていただけると本当助かります。本当に僕一人しかいないの、奇跡でしょ。俺本当に一人でやってんの、本当にマジで。いや別に自慢でもないんだけど、ちょっと恥ずかしいことなんだけど、だから俺ができる範囲の、あの力はね限りあるから、みんなでねゴミを拾ってね、本当にまあ来年になったけど、本当に素敵なねオリンピック、クリーンなね東京の街ってゴミ一つ落ちてないなと、すごいよ日本人って思ってもらえるように街をきれいにしていきましょう。俺本当だ、俺毎日じゃないけど俺本当結構ゴミ拾ってるから、それはやっぱ自分の部屋にゴミが落ちたら拾うでしょ、それと一緒。自分の部屋に落ちてゴミが落ちたら拾うのに、街にゴミが落ちて拾わないってクレイジーじゃんか。誰かが拾ってくれると思ってるわけでしょ。でも誰かがやってくれるじゃん、世の中変わんないんだよ。選挙もそう、誰かがやってくれるだろう、誰かが立候補するんだよ、それじゃ変わんないんだよ。自分がやるしかない。まあ別に、ね、俺はそんなに片手までやってるから、そんなね偉そうなことも言うのも申し訳ないんだけど、でもちょっと空いた時間とかね、帰り道と拾ってるだけだから俺。帰る時に拾って家のゴミ捨て場で捨てて、写真撮って動画撮って終わり、それだけ。行ったらさ、もうずっと持ってなきゃいけないから、だから帰り道でね、雨降ってない時はそういう時やってんの。で、明日ちょっと来てもらうに条件があるんですけど、学校のね体育館を使うんですよ。でね、なんで学校かっていうと、別に俺学校体育館使いたくないんだけど、選挙管理委員会がやっぱアホだから、行政がコロナだから普通の区民館を使えなくさせてるわけ。意味不明でしょ。だからそう、逆にさ、学校をね感染経路にさせたらどうすんだって話だけど、別に俺はまあ自粛クソくらい派なんで、過剰な自粛はクソくらい派なんで、別に俺はいいと思うんだけど、本当になんかなんつうの、自粛しなきゃいけないって思ってる人は本当アホ、なんつうの、やり方がアホじゃんか。だってスーパーとか、なんつうの、スーパーとかが帰って混雑するとかあったじゃんか、観光地とかを渋谷とかもう行かなせないようにしたら、自分の地元の街がもう3密状態になってるとか、もう やり方がアホなんですよね。感染、わざわざ感染をさせてるような感じで、だから なんでそのね使えないようにさせてるのか意味不明、正直。その結果はだから小学校使って、どうすんのって話、お前らアホちゃうって話。でも俺は使うけど、で上履きとかスリッパね、なんつうの、本当は多分あるんだと思うけど、でも、悪いでしょ、俺は全然いいんだけど、だから上履きかスリッパをね持参してきてください。そうしないと入れないです、体育館なんで、土足厳禁なんで。だから上履きかスリッパ持ってきてください。そしてマスクの着用はこれ必須、まあ、これ持ってきたやつはマスクしてないやつはもう帰ってもらうから、本当に。俺は普段からマスクしてるから、俺は。コロナ関係なく。で、ましてやコロナなんだから、マスクは着用義務だと思う。なんつうんだろう。俺は過剰な自粛はしなくてもいいけど、マスクとかして、ちゃんとなんかこう、それなりに配慮すれば、僕は過剰な自粛しなくてもいいと思う、俺は。で、あ、そうだ。で、霊気のヒーリングアチューメントするけど、こう手当てするから、俺は一人一人にその使い捨ての手袋を使うから。使い捨ての手袋を使って霊気やるんで、みんな持ってこなくてもいいけど、まあ俺ゴミ拾いやるんで、ゴミ拾いやる人で、触りたくない人はだから持ってきて、使い捨ての手袋みたいな。ゴミ拾い直で触りたくねえだろ、ゴミ直で触りたくないだろ、だから持ってきて、使い捨て手袋。使い捨て手袋で俺みんなに霊気やるから、で、なので握手とか、握手も OK。でも使い捨て手袋越しね。ハグも OK。でもサインも OK。だけど、ハグとかも、でも俺神経質だから不潔なやつは嫌だ。俺から見て、なんか、すげえもう汗だらけとか、服装がなんか臭そうとか、そういうの、わかんないけど、ちょっと不潔な人は NG。不潔な人はハグ NG。握手は OK。なので、ハグしたい人はちゃんとね、洗濯してきてください。洗濯して、なんかもうシャワーかなんか浴びてきてください。まあ、別に直前じゃなくてもいいよ、全然。なんて汗だらけというか、もうなんかもうよくわかんない。まあいいや、綺麗だったらいい。綺麗だったらいい。
あ、ちょっとね、汗臭いぐらいでもいいね。女の子だったら汗臭くてもいいぐらいかもしれない。男はね、ちょっとダメ。男はちょっと、あの、女の子だったらちょっとね、汗ばんでるぐらいがね、いいかも、逆にいいかもしれない。ちょっともう、よくわかんない。もう基準がよくわかんない。まあ、俺の好みになっちゃうかもしれない。うん。だから基本的には清潔を心がけてください。うん。だから服ね、服。うん。なんかもう全然洗ってないとか、なんかもう、ちょっと嫌かもしれない。ちょっとそれはちょっと当日なんてわかんない。あと建物もね、極力触らないでください。これだから俺のためじゃなくて、これはやっぱ小学校のね、ね、なんつうんだろう、小学校のね、ために。正直、なんつうんだろう、俺は、よくこういうのでさ、37.5 度以上測ったりするじゃんか。そのダメな人は帰ってもらうとか、あると思うけど、俺温度計とかやんないんで、それ自己責任でやってきてください。37度5分以上の人はもう来ないでください。申し訳ないんですけど。37度5分ってコロナ関係なくさ、だってさ、わかんない、風邪なのかインフルエンザなのかわかんないけど、これできちゃダメでしょ、ちょっとよくわかんないけど、うん、だから37度5分の人は 37.5 度以上の人はちょっとあのちょっとこん、その自分で測ってみて、そうだったら控えてください。はい、当日僕は測ることはないです。持ってないんで。で、なんか別に、なんつうの、アルコール消毒とかはもうやりません。その代わり手洗いとかちゃんとしてください。ちゃんと手洗いとかはしてください。アルコール消毒まではやりません。で、うがいとかもね、してきてください。まあ、マスクしてるんでいいですけど、まあそんな感じですね。はい。そういうの、これが守れる方は来てください。でね、霊気のね、どんなものかちょっと体験していただいて、その後ゴミ拾いできたらゴミ拾いすると。はい、でゴミ拾いもね、ちょっとね、袋とか、使い捨て手袋あったら持ってきてくれた方がいいと思う。うん、それがね、ゴミ拾いたくないっていう人は、僕がゴミ拾ってる姿をね、動画かなんか撮って俺に送っていただいて、それを僕が YouTube でアップしたいなとか思ってるんで、撮影でね、来てくれてる人も、撮影でやってくれる人もいいと思う。俺、いつも自分一人だからさ、やってるところと撮影できないのよ。で、撮影する場合は、人とか、車のナンバーとか、建物とか映らないように撮影してください。はい。まあ、そんな感じですかね。あと、なんか言おうと思ったことあるのかな？なんか、忘れちゃったな。多分これでいいと思う。まあ、そういう感じなんでね。はい。ちょっと一旦ストップします。で、ああ、そうだ、会場、体育館は、その、食べ物禁止です。なんか水分補給とか OK なんで、はい。で、まあなんか、まあ、霊気しながら、霊気でヒーリングとかしながら、話をすることもできるので、なんか質問とかあったりする人がいれば質問してもいいし、なんか話したいこととか、相談したいこととか、交流したいこととか、なんかあったら、っていう感じです。はい。とりあえず、まあちょっと試しに明日やってみます。6月20日。はい。ぜひ、ツイッターで、後でやっとくんで、もうやってるか。とりあえず、ツイッター見てきてください。ということで、以上です。お前ら、愛してるぜ。